こんにちは、石川かれんです。はい、今日はですね、沖縄県に行きます。イエーイ。なぜかというと、いつもお世話になっている阿蘇専門学校さんの、イベントが沖縄県でありまして、そちらの MC を務めさせていただくということで沖縄に行きたいと思います。当日入りで今4時11分ですね、朝の。はい、この後4時半前に、タクシーに乗って、飛行機に乗りに行きたいと思います。で、今日はヘアメイクと衣装が自前なので、まあ時間を見てヘアメイクとか、進めていきたいなと思います。そうですね、なかなか沖縄に行く機会はないと思うので、どの絵が撮れるか分かんないんですけど、やっていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。行ってきます。はい、はい、空港に着きました。マネージャーさんと待ち合わせしてるので、待ち合わせ場所に向かいたいと思います。沖縄に着きました。会場向かいます。超むくみすぎ、ちょっと寝ちゃったんですよ、メイクした後に。頑張ります。仕切りはあったのですが、合同楽屋だったため、僕が代わりにアフレコを担当します。スタッフさんや共演者の方と楽しくお話ししながらのランチタイム。お、急にお仕事モードの顔。そろそろ僕の出番が終わりそう。またね。あ、聞いていいですか。屋台って高いですか。観光客向けですか、値段。そうないですよね、やっぱ。それがやっぱ不幸。まあでも、あの雰囲気ですよね。でもほら、なんか、外から来る人は、博多ラーメン美味しいって言ってくれますね。うんうん、え、博多の人って博多ラーメン食べるんですか。食べます。ほぼ博多ラーメン。あ、ですね。細麺。向こう行ったらすごい選択肢増えるんですよ。はい、どこ派。家系ですね。うんうんうん、やろうって、ジローだ。結構やろう。好きなところ行ってくみたいな。ああ、そっか。世界チャンピオンになったラーメン店があるんですけど、世界すごい。だし。でも麺は細いんですか。麺はそこまで細くない。あの感じ。そうなんだ。魚介系ですか。なんかいろんなだし、魚介もあるし。豚と牛、7種類すごい。あのコーヒーのサイフォンあるじゃないですか、はい、あれで煮出してちょっとずつ抽出するっていう、はい、すごい、すごい綺麗な、ま、真透明な感じの出汁美味しそう。だからもう全部飲める。やっぱ MC とリポーターされてるだけあって、なんかもう想像できる。確かに。もう出てきたラーメンが、はい、大重食堂でしょ。大重です。ご存知だったんですか。緊張しました。あの、あれを閉じるの忘れて、ずっと眩しくて今なんか投影されてピカピカしてます。彼女がよりキラキラしてる。よかったじゃあ。緊張します。ね、日頃からお世話になってる。お揚げ。指が太いからつまみづらかった。はい、頑張ります。阿蘇専門学校さんの良さを伝えられるように。じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、まずはスペシャル MC の石川かれんさん、お願いします。カミカミすぎて緊張しました。途中何言ってるか分かんないくらい頭真っ白になったんですけど、いい経験になりました。お疲れ様でした。終わってみて、はい、自己採点伸びしろを考えて74。独特。あ、ブルーシールある。アイス食べます。塩チンスコーンにします。いただきます。うん、おいしい。チンスコがザクザクしてる。なんかこのアイスを食べても寒くならない気温っていうのが最高。確かに。だって11月末ですよ今。うん、
ゲストは、じゃん、厚焼きポーク卵おにぎり。見て見て、卵がめちゃめちゃ黄色。超黄色くないですか？黄色い、確かに。いただきます。さあ、口が開くか。見て、無事だった。こういうの可愛い。超可愛いじゃん、ゴーヤちゃん。おしゃれ。Q の運転手さんがとってもいい方で、夕日が落ちる時間に海まで走らせてくれました。日帰りなのに満足度高いです、めっちゃ。サムライ肉そばとエビの牛そば。いただきます。うん、大好き、おいしい。うん、沖縄の何回目ですか？でも意外と、うん、ブドウ美味しい。なんか分かんない、一瞬で。うん、こんな感じでしたっけ？肉料とか、うん、とびっことか、うん、平気です。好きです、むしろ。はい、東京に帰ってきました。このままラジオの生放送があるので今から行ってきます。あ、閉まっちゃう、閉まっちゃう。よいしょ。このまま朝まで頑張ります。本日も最後まで動画見ていただきありがとうございました。日帰りだったとは思えないくらい沖縄満喫できてとっても楽しかったです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。